遊部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では163番目に置かれる。西安の秋代城壁。古代中国では城壁で囲まれた空間が都市であった。遊士は人々が集まって居住する場所を意味する。囲いにかたどる、国構えとひざまずいた人にかたどる、説の回意文字。引き伸ばして都市、都の意。遊 国はいずれも古代の都市国家を意味した。鉱骨文の研究によると、院内に最も早く都市の意味を獲得したのは、優であり、例えば王城の章を昭遊と呼んだ。集大においては、諸公の都の城を、国、諸公の指定や京、大部の風城を、優と言い、常住して、祖病を設けた都の城を、とと呼んだ。戦国時代以降は、 国家の考え方が領域国家となり、軍権制に移行していったため、国は意味が広がって都市の意味を失い、有は地方集落の意味で用いられるようになり、都が都市の総称となっていった。変貌の意図としては、地名、都市名、国名を示すことが多く、またそこに居住した人の生死を表すようになったことから中国人の姓を示すものもある。さらには、 都市区画や行政区画に関することを示す。変貌の優和はに変形して、右側の作りに置かれ、左右構造を形成する。ちなみに、他の変形も、であるが、こちらは左側に置かれ、占める位置が異なる。優部は、このようなイフを構成要素に持つ漢字を収める。優ありがとうございます。